土木技術者のためのシビル3デビット入門第4章オートディスクシビル 3D との連携その1線形線書き出し。ミムシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルで動画で解説をしています。お問い合わせは LINE でお願いします。線形線の書き出しを行います。リボンタブ、ホーム、設計、コリドーからポイラインを作成。コリドー計画線を選択し、コリドーの中心線をクリックします。計画線を選択し、クラウンで OK にしてください。同様に左右それぞれの車道幅を選択します。コリドー計画線を選択し、コリドーの車道幅をクリックします。計画線を選択し、車道幅を選択、OK にしてください。書き出した線形オブジェクトの画像を変更しましょう。リボンタブ、ホーム、画像、画像プロパティをクリックします。画像プロパティ管理の中の新規作成ボタンを押し、0のポリラインという名前の画像を作ってください。コリドー計画線左右の車道幅を3つの 3D ポリラインを選択しましょう。ホーム、画像、オブジェクトを指定の画像に移動をクリックし、コマンドラインに N でエンターを押し、0ポリラインを選択し OK ボタンを押します。抽出した等高線 3D ポリラインと線形オブジェクトのみを残し、それ以外のオブジェクトを非表示にしましょう。抽出した等高線ポリラインを先に抽出したポリラインを選択し、右クリック、類似のものを選択、右クリック、オブジェクトを表示、選択したオブジェクトを選択表示とすると、こちらの図のように、不必要なものが非表示にされます。コマンドラインに W ブロックまたは WB でエンターにし、ブロック書き出しコマンドにして、オブジェクトを書き出してください。この際には、挿入単位、起点に注意しましょう。また、ファイル名は export.dwg という名称をつけ、保存、AutoCAD、マップデータの書き出しを確認してくださいは、はいにし、OK ボタンを押しましょう。無料体験を LINE 登録してお楽しみください。登録特典その1、登録特典その2。登録方法は LINE で検索してください。お問い合わせも LINE でお受けしています。いかがでしたでしょうか。本日のビムシムレッスン TV オンラインはここまで。